堺市駅は大阪府堺市堺区篠野目西町一町にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR28。JR における堺市の中心駅で特急列車を除くすべての種別の列車が停車する。かつては時刻表では堺市の代表駅として記載されていた。現在代表駅と記載されているのは 実質的な中心駅である南海高野線の境東駅と南海本線の境駅である。ただし、当駅に停車する関空、奇襲時快速系統の列車は大阪駅と直結していて、そこでは JR 京都線、神戸線、宝塚線や北陸、山陰方面への特急列車とも接続しているため、梅田地区へのアクセスや遠距離乗車は、 堺駅や堺東駅よりも当駅の方が便利である。全国の市駅と呼称される駅の中で、政令指定都市にある駅は堺市駅が唯一である。当駅は、大日本帝国陸軍による第四師団騎兵第四連隊及び市長第四、大隊の南川地軍近岡村への移転計画に伴って設置された。坂駅、坂東駅のように、 開業当初から、境市街の西玄関、東玄関を担うような駅ではなかったが、戦後の宅地造成、とりわけ、金岡団地、新金岡団地の建設以降に利用者が急増し、優等列車停車駅に昇格した。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、京上駅舎を有する。有効庁は8両編成分。分岐器のない防線駅の構造であるが、 踏切上時間明洞対策のために、駅前後の信号機が絶対信号機に変更されたため、停留所ではない。改札口は1カ所のみ。バリアフリーの対応としては上下ホームにエレベーターがそれぞれ一つずつ設置されている。エスカレーターはない。車椅子利用者のために上下ホームにそれぞれ一つずつスロープが設けられており。 インターホンで駅員を呼び出して出入りができたが、下りホーム側のスロープは改札外のエレベーターが、完成後に使用不可となっている。駅改札口階は2階にあり、改札外の東側の北区方面はエレベーターが、設置されている。西側堺区方面の改札近くには、エレベーターは設置されていないが、ペデストリアンデッキによって、バスターミナル向かい側のベルマージュ堺の2階フロア、 および駅舎横の JR 堺市駅 NK ビルの3階フロアと直結しており、ベルマージュ堺、または JR 堺市駅 NK ビルの営業時間内に限りエレベーターやエスカレーターを使用できる。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、鶴岡駅三国川岡駅間の各駅を管轄している。IC カード、移行化を利用することができる。 2019年度の1日平均乗車人員は12,047人で、ある。半和線、関西空港線の途中駅では、三国川岡駅、大鳥駅、泉府中駅に次ぐ、第4位の利用者数である。1987年の未動筋線中、モズ駅延伸以降、利用者数は大幅に減少した。 1994年度と1998年度は熊取駅よりも下回ったが、1998年度以降は1万2千人程度で横ばい傾向が続いており、1999年度からは再度第4位となっている。大阪府統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅南側を長尾街道が東西に伸びる。 かつて東駅の南東一帯には、大日本帝国陸軍の永術地が置かれており、駅東側は東駅から陸軍施設への経路に沿って形成された古くからの商業エリアである。戦後に、連平城跡地に、金岡団地、ババア土地の金岡公園の東に、新金岡団地が造成されて人口が急増したが、駅東側は現在も雑然としている。 長岡江道沿いの商店街には、当駅西方に鎮座し、境の語源を象徴する、片互い神社をイメージしたアーチが設けられている。境市街側となる、駅西側には、大阪刑務所があり、昭和中期以降は駅前広場までその感謝がせり出して、いたが、1999年に建て替えによって生じた、余地がベルマージュ堺として、再開発された。なお、 長岡井道のバイパス道路となる堺山戸高田線は、当駅付近で南へ迂回するため駅前には乗り入れていない。駅名が一時期、金岡駅だったため、駅周辺には、金岡温泉、堺金岡幼稚園、金岡ブックセンターなど、金岡を冠した店舗や施設が現在も残っている。駅前にある銀行も池田泉州銀行は、堺市駅前支店だが、 リソナ銀行は、金岡支店である。1960年代には金岡劇場もあった。堺山と高田線を走る南海バスは、東西両方工業とも一旦あたり駅前のロータリーに入ってから、目的地に向かっている。路線バスの停留所名は、半和堺市駅前である。高速バスと4モール堺北花田間のバスの行き先では、JR 堺市駅前となっている。 ありがとうございます。